はい、みなさんこんにちは。バレエコードはない方がいい、初心者のためのギター教室。音楽を奏でる楽しさを一人でも多くの方に知っていただきたい秋田です。イエーイ。今日はですね、かぐや姫で22歳の別れ。もうね、すごい古い歌ですけどね、僕が中学校の頃からこれでね、B7 を覚えました。B7 を覚えたのはこの曲です。もうね、昔からこれね、ずっと弾いてましたね。今回のね、動画を最後まで見るとかぐや姫の22歳の別れバッチリ弾けるようになっちゃいますんでね、皆さんぜひぜひ練習してみてください。このチャンネルでは F とか Bm とかね、難しいコードね、簡単なコードに変換したり、そもそも簡単なコードしか出てこない楽曲を選んでレッスン動画として上げています。よろしかったらチャンネル登録をしてください。それではね、かぐや姫22歳の別れ、デモ演奏行ってみたいと思います。どうぞ。私には鏡に映ったあなたの姿を見つけられずに、私の目の前にあった幸せにすがりついてしまった。デモ演奏を見ていただきました。このデモ演奏をね、 YouTube の機能を使って早くしたり遅くしたりすることができます。ここにリンク貼ってきますのでね、やり方確認してみてください。では22歳の別れ、出てくるコードを確認したいと思います。まずはね、 G Em D CAm、 ここまでがアコギ弾き語り基本コード5つのうちの5つになります。これね、リンク貼っておきますので、押さえ方はこちらで確認をしてください。これに加えて B7 はですね、5弦の2フレットに中指、4弦の1フレットに人差し指、3弦の2フレットに薬指、1弦の2フレットに小指、5弦から弾きます。
今回カポ3になります。カポ3で Em、 ここから始める楽曲になりますね。これは Gm なのか、ね、Gm 難しいですね。カポ3でかぐや姫の楽曲と同じキーになりますので、コラボ演奏ができます。カポは何ぞやっていうのはね、ここにリンク貼っておきますんで、確認して、おお、なるほどというふうに思っていただければと思います。次はですね、ストローク。ストロークはこれね、ジャンジャッカ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 ですね。あなたにさよならって言えるのは今日だけ、ね、ジャンジャッカ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 、シャッフルですね。1の後ろの音と3の後ろの音を弾かない、ジャンジャッカジャンジャッカ、1と2と3とシッと、1と2と3とシッと、まあ、ストロークはね、ジャンジャッカで、もう全部ジャンジャッカでいっちゃってください。本当はね、アルペジオとかで、キャンドルできないですね。もたってます。原曲はね、アルペジオとかね、こう指で弾いてるんですけどね。まあ、ここは初心者のためのギター教室なので、もう全部ストロークで。今回難しいのは、コード回しが結構早いんですよ。あなたにさようならって言えるのは今日だけ。ね、結構難しい。Em、B7 が多いです。Em で B7 は Em 中指残しの B7 で、また Em に戻る、ね、この練習はね、結構してもらった方がいいですね。こう弦をちゃんと押さえられるんで、こう外しちゃう時とかあると思うので、こんな感じで練習をずっとね、ずっと練習してもらえると Em、B7 練習ができるし、ここで B7 がね、うまくできるようになったら、他の曲も、ね、B7 怖くなくできるようになりますんで、ぜひぜひ B7 を克服してみてください。はい、そんなところですかね。あとはもうね、あの難しいを懐かしんで、若い方は、ああ昔こういう曲があったんだなと思いながら見て、聴いて、歌って弾いていただけたらと思います。はい、今日はですね、かぐや姫で22歳の別れをやってみました。皆さんがね、練習して弾けるようになるのがめっちゃ嬉しいんでね、ぜひぜひ弾けるようになってください。初心者のためのギター教室、入校はチャンネル登録からになりますのでね、ぜひチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。皆さんがより楽しくギターライフをエンジョイできますように。今日もありがとうございました。それではまた皆さん、バイバイ。